PC サーバーとは、パーソナルコンピュータをベースとしたサーバーのこと。一般には、サーバーの中では簡易的、低価格なものが多いが、サーバー用と向けに一部機能を拡張したものもある。多くは CPU に、インテル系の X86 系のプロセッサを使用し、IA サーバーや X86 サーバーなどとも呼ばれる。基本的な設計は一般に用いられている PC と、ほぼ同じであるが、 サーバに必要な性能や信頼性、可用性を高めるために、拡張や改良など、いくつか異なる点がある。信頼性などに悪影響のない範囲で、一般用 PC と共通の部品を用いているが、概ね上質の部品が採用される。2018年現在の状況を以下に示す。稼働させるオペレーティングシステムは、1980年代には、ネットや OS、 二ンサーバー、オープンサーバーなどが有力であったが、1990年代後半からは、Windows NT サーバーに始まる Windows NT 系のサーバ向けバージョンである Windows Server シリーズ、あるいは PC Unix でもある Linux や f r e e b i d などをサーバ用にカスタマイズしたディストリビューションが主流となっている。メインフレームや Unix サーバーなどと比較すると信頼性は低い。 しかし多数のベンダーが参入し、競争が激しく、信頼性も向上しつつある。ユニックスサーバーが担う、大企業の機関システムの一部や中堅企業の中核サーバーとして使用できる。サーバーとしては低価格である。日本での価格は、大型機が300万円以上。最小型が五十万円未満である。二千九年度の出荷台数は、約十二万台から約五十万台。 1> 約1割はブレードサーバである。保守契約を前提に24時間365日のオンサイト保守が用意されている場合がある。日本市場でのシェアは以下の通り。X86 系の CPU とアーキテクチャを採用したサーバでは、現在では X86 を64ビットに拡張した X64 が主流である。 主要メーカーの主な製品には以下がある。インテル独自の64ビットアーキテクチャである IA-64 系の CPU を搭載したサーバである。講義の PC サーバでは IA-64 サーバを含む場合がある。当初はインテル系 CPU を採用したサーバとしては高性能、高信頼性、高価格なハイエンドサーバであったが、 現在では常日の X64 の性能が向上して市場の主流となったため IA-64 サーバは日中市場化が進んだ。またインテルも2006年のインテル64、命名後は IA-64 の名称の使用が減っている。主要メーカーの主な製品には以下がある。ありがとうございます。